はい、どうも。フリーアジェンダです。どうも。山本さん、おはようございます。おはようございます。まあ、ちょっとこの1個前の CBD 社長の回が面白すぎたんですけど、ちょっと普通に山本さんとだらっと話したいことを、話しましょどうかなと。う。まあ、我々すごい前提を大事にするじゃないですかって話をしたいんですよね。はい、大事ですね。なんか物を考えるときに、でもそもそも今ある前提って何なのっていうのが分かんないと、良い答えが返せない。まあこれってまあ非常に頭がいい人は大体そうだと思うんですけど、なんか何かその前提があって、それに対して状況を起こしていくことに対して、僕とヤモティはすごいスタンスが近いなって思うんですよね。それはすごい、だから前提を大事にしてるっていうことは近いんだけど、何か状況があったときに、その状況の前提になっていることって何なんだろうっていうことを考えるスタンスが結構僕とヤモティは違ったりしないかっていうことをちょっとこの前気になってたんですよね。ほう、なるほど。あ、で、これ多分ね、そのね、まあ、持ってる能力とか考え方っていうよりは性格かもしれないけど、なんかマーケットシチュエーションとか、その事業の状況とかだと、多分2人ともアプローチが同じ気がするんだよね。今この状況を生んでいるその前提というか、隠れている前提は何なのかみたいな。でもね、人間に関してだと、ヤモキはその力あんまり働かせない傾向があるような気がしている。どういうこと？ だからある人がすごい変なこと言ってたりとか、変なこと言ってるとするじゃん。で、僕はそういう時も結構なんかその意図を汲み取るというか、変なことやってるけど、もしかしたらこういう背景があってせざるを得ないんじゃないかとか、こういうふうな人生を送ってきたから、こういう性格になっちゃったんじゃないか、みたいな感じに、なんかその背後にあるストーリーを考えて、なんかあんまり何も言えなくなっちゃうんだよね。お前変なことしてんじゃねえよとか、お前嫌なやつだなとかって、あんま言えないんだよね。ヤモティはそういうのがあんまりいい意味でも悪い意味もなくて、いや、おめえ変なことやってんじゃねえよ、みたいな。なんかその能力、前提を想像する能力を、ヤモティは対人間では働かせる、こうスキルが低いなって。なんか人間の場合って前提を開示してないことに問題があると思ってて、そうだね、読よみかっ取た。れないし理解できないから、なんかその瞬間のことで判断する方が正しい気がする。なんかそこの性格結構違うなって思ったって話。確かに。そうなんだよね。そう、前提を多分その開示するってめちゃくちゃ大事だと思うんだよね。なんかちょっと何回か前の話で、なんかその主観は後出しするから、主観ムカつくんであって、先出ししてればそれはビジョンだみたいな話をした気がするんだけど、確かに大抵の人間が持ってる前提条件って、本人が臆病じゃなければ、先に開示しておけるはずなんだよね。こっちのはコスト低いし。で、僕は結構なんか、まあ自分自身がそうだから、あんまりその自分の前提を開示してない人に対して、なんかその人が、こう、変だったりとか、まあなんかなんだろうな、指摘するような内容があっても、こういう前提があるから仕方ないんじゃないかって考えてしまって、あんまりこう人を憎んだりとか、嫌いになったりできないんだよねっていう。なんかそれはまあいいとこでもあると思うし、結構自分の弱点でもあると思うんだけど、だから例えば人を殺した人がいるみたいなニュースとか見ても、結構昔からそれをなんかこう、無条件に憎めなくて、なんか結構家族とかニュース見てても、まあやっぱりその姉とか母親は、なんか本当この人悪い人だねみたいな。早く捕まればいいのにみたいな感じになるけど、僕は、いやでも、ワンチャンなんかその仕方ない背景があったりしないんかなとか、どういう状況になったら自分はこういうふうになってしまうんだろうみたいなことを結構考えて、なんかあんまりその客観的に人を評価できないんだよね。でもそれは思慮深いからいい面でもあるんじゃないですか。まあ、いい面でもあるし、結構だからその、なんだ、スタンスをやもきも取れないのは、そういうところがあると思うんだよね。大きなその前提を考えすぎるから、悪いことがあっても、いや、ダメでしょっていうよりは、いや、でもこういうシチュエーションだったら仕方ないもんな、このダメなことも、みたいな思っちゃって断言できないっていうのが、まあ、自分のいいとこでもあると思うけど、結構やもきとか見てると、なんかそこは結構スパッとしてて、いいなと思うこともあるっていう、そういう話。なるほどね。確かにさ、事業の話は、あれってランダム化問題だと思ってて、
ランダムな世界における最適化問題だと思ってて、うん、結局自分が今どこにいるかっていうのはその今まで培ってものの上でこうプロットが打たれるんだけど、じゃあ一番高い山に登りなさいっていうゲームだった時に、周りが山だった時に一番高い山って自分が置かれた時点ではまあ、分からなくて、ちょっと山登ると見えたりするじゃん、うん、はい。だからこの時の最適な回ってプロットをし直すってことだと思うね。あるいはこう、うん、初めの探索のフェーズでいろんな場所にランダムにプロットを打って、その中で相対的に一番高い山が見える場所からスタートするっていうのがこう授業とかのあるべきやり方かなと思ってて、これはなんで、まあ、授業とかについてはなんかあのその前提の上で置かれてる状況で、うん、今どういう状況に置かれてるのかっていうのをこう相対的に見るみたいなのが癖だと思ってて、まあ、これは別に僕も光さんもそんな変わんないと思うんですけど、うん、人においてはね、やっぱりなんだろうな、その違い何で生まれるかっていうと、やっぱり分からないからですかね、いくらやっても人のことを、うんうんうん、なんか人間が人間のことを理解するってそれこそもう過去何千年の歴史で無理だったっていうのは証明されてるから。わかる。ね、わ、それだから人間を理解するってのはやっぱ無理だって前提に僕はもう立ってるんだと思います。うんうんうん、だからその人のアクションとか言動とかが今僕とか、あとはその同じミッションがあるんだとしたら、そのミッションの中にうまくアラインしてるかどうかってことだけで判断してるんだと。そうだよね。うん、いやだから山木はその客観性みたいなものをうまくツールとして使いこなしているけども、基本的にはすごく主観的な人間なんだよね。うん、そうそう、僕はもう結構芯から芯まで客観的だから、なんかその何かにやっぱこう没入できないのはやっぱそういうところやなと思う。あー、なんかうちの妻もめっちゃ同じようなことをよく言いますね。そうなんだ。そう、私にはテーマがないみたいな。あー、うん、まあね、大体の人間にはテーマがないと思うけど、まあ、結構僕みたいなタイプっていうのはやっぱそのコンサルとかには多いよね。物を見るのはすごい得意で客観的に考えられるし、うん、まあ、どっちかっていうと頭はいい方だと思うけど、まあ、それがゆえにこう特定のテーマに別にのめり込むことはできないっていう、うん、まあ、ある種結構バカになることだと思うんだよね、その言葉を選ばずに言っちゃうと。すいません。人にある、人間にある可能性みたいの中から一個決めても、うん、その客観的に決めきること不可能だから、うんうんうん、なんか いやここで騒ぐのが楽しいっしょみたいな、うんうんうん、いうなんかある種 そのポジティブな思考停止だと思っているんだけど、うん、そういうのを結構できるのは羨ましいなってやっぱり昔から思うし、ここ数年はそれはあんま考えないように したけど、うん、ね、CBD 社長とか見るとね、羨ましいなって。確かに。テーマ取ってんなっていう。でもやっぱそういう人を支えるのがいいんじゃないですか。なんか、こういう人たちは、この巨大なドリルは持ってるけど、脇のこぼれる水をちゃんとすくい上げて飲めるものにするみたいなのは苦手ですよ。ね、なんかその、いや、そうですね。まあテーマ持ってない人間っていっぱいいて、うん、悩んでる人いっぱいいると思うんだけど、なんかいろんなこう解決の方法があると思ってはいるんだが、うん。なんかそのやっぱこの大体の人間がテーマがある人間に憧れるわけじゃないですか。うん、まあ、あのアンリさんの言うところの熱量みたいな。はいはい。それは何なんだろうなっていうのはずっと気になってるんですよね。なんでこうテーマ持ってる人間の方がかっこいいんだろうっていう。確かにね。それは単にその、ね、走るのが速いのとボール投げるのがうまいのとの違いでしかないのに、なんかテーマ持ってる方がかっこいいみたいな風潮はなんか人間のその本質的な欲求なのか、単なるこの社会の風潮なのかっていうのがあんま自分の中で分かってなくて、めっちゃ真面目な回やなこれ。でもなんかさ、そのフェイクなやつもいるじゃん。あ、フェイクなテーマってたくさんあるじゃん。1000億企業作りますみたいな。ああ、なるほどね。うん、フェイクなやつ見てもかっこよくないじゃん。なんか僕変える。ハイローで成功する。なんかかっこいいなって思うときってどういうときかっていうと、なんかその人とそのテーマがすごいアラインがあるときだと思ってて。ああ、そうだね。でそれになぜ惹かれるかっていうと、まあ、惹かれるイコール相対的なものだと思うから、やっぱこう魂をちゃんと使ってる感じがいいんじゃないですかね。うん、ファウンダープロブレムフィットですね。まあそういう感じ。まあ確かにそうかもしれない。うん、なんか命を大事にしてるかどうか度合いを測ってんじゃないのかな。確かに使命というか、うん、
まあそうだね。でも結局誤差だと思うんですけどね。その命の恵みじゃないけど。うん。なんかそれってなんか自分の人生に価値をつけて、相手の人生に価値をつけて、同じ座標でこう比較するみたいな。うん。でもそんなの70億人と比べたら結構誤差ですよ。確かに。ベルセルク読んだことがありますか？学生時代に読んでだいぶ忘れたけど、ベルベットだっけ？ベルベット。ベイリットです。ベイリットだ。全然違う。いや、まあ、あれに出てくる初期の主人公っぽいグリフィスっていう人は、まあ、すごい起業家っぽいんだよね。まあ、庶民っていうか、まあ、一般人だけど、自分の王国を持つのが夢で、うん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 、で、まあ、こう、軍団を作って、どんどんこう、うん、まあ、のし上がっていくみたいな感じの、だからその、キングダムのシーンとかは、うん、あくまでその章、一個の章であることに対して、うん、まあ、甘んじてるというか、そこは妥協してるけども、うん、まあ、グリッツはその、王族じゃないのに王になりたいっていう、すごい野心、はいはい、起業家なんだよね。まあ、それがすごいかっこいいみたいなシーンがあるんだけど、うんうんうん、その、チームのみんなが、いや、自分たちはあまり強い火を持ってないから、身近にある一番強い火に自分たちを投げ込んで、より大きな炎にすることで、まあ、安心できるみたいな。あ、やっぱりグリフィスは大きな炎を持っているからみたいな、うんうん、そんだけですだから、まあ、起業家を支えるという仕事をしているのは性に合ってるんじゃないですかね。ああ、まあ全然性には合ってると思うよ。うん、なんかさ、あ、そう、でもさ、フェイクについてもここ数日結構考えてて、はいはい、ヤモティよくフェイクのやつって言うし、俺もなんかフェイクのやつってなんとなく分かるんだよね、こいつフェイクだな、うん、フェイクのやつは嫌いなんだけど、うん、フェイクのやつって何なんだろうっていう何がそのフェイクと本物を分けてるんだろうっていう、まあ、ちょっとこれでもあれだな、うん、そうだね、ここで話すの適さないかも。だから実名出した方が分かりやすいけど、実名出すと誰から傷つくんで確かにまあでも根は同じなんだけど、よりなんていうんですかね、そのあからさま、いや、てか自分のテーマ持ってる人って人と比べることはもうやんないはずなんですよね。例えば僕とかってしないじゃない、ね、しないと思うんですよね、あんまり誰々みたいになりたいみたいなのはほぼない、うん、ですけどたまにあるけどねそういう時はこいつ人間だなって思って見てるから、そのいいタイプよね。最近はバダサイクシっていう、この前、ナメダルマの、ラッパーがかっこいいなと思ってますけど。生き様が。まあまあ置いといて、その1000億企業みたいな、うん、その、ちょっとフェイクっぽいものって、初めから誰かと比較して勝つことに重きが置かれてるように見えちゃうからじゃないか。うん。まあそうだよね。なんか、フェイクな人ってやっぱこう、変な自己アピールというか、まあその、内向きにあんま生きてないよね。外に対してやっぱり、うん、そうっすね。それが格好悪いみたいなのは何なんだろうな、まあ、本人も本当は、ま、納得してないからなのかな。うん、そんな気がしますね、うん、己をまだ分かってない感じが出ちゃってるのかな。ああ、なるほどな。うん、だって採用とかやってる時も自己理解が低い人って絶対取らないじゃないですか。あ、取らない、分かる。それに近い話だと通底してると思うんだけど。うん。確かに、なんか採用面接のすごい、なんだろう、よくある筋書きで、強み、弱みを聞けみたいのがあるじゃん。はいはい。マジで薄っぺらいなと思うことが多かったし、なんか僕も大学時代は弱みとかもすごい薄っぺらいこと言ってたんだよね。うん、なんか弱みを言うふりをして、それが強みになってるやつを言えみたいな、謎のマニュアルがある。あるある。だそういうのぶっちゃけやってたけど、うん、こう30とかになってくるとやっぱ弱みを本当にちゃんと理解しててバッシリ言えて、それが本当に弱みっていう人の方がはるかに信頼できるっていうのはすごい思う。うん、そう思いますね。僕だったら人の気持ちがわからないとかねそうだね、そうかもしれない。うん、まあ、それを理解してるのは重要っすね。自己理解が低いね、うん、そうね、確かにわかる。うん、確かに自分のテーマみたいなのも自分を理解してないとこう出てこないというか、起業家とかとも話してて、例えばその起業家がさ、
その自分のマーケットについて全然詳しくなかったら多分誰も投資しないと思うんだよ、うん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 、みたいなその人から選ばれるには自分を知ってなきゃいけないみたいなのが一個大きい要素としてあるんだと。確かに、うん、まあこの話はあれだね、結構じっくりしたいけど別に盛り上がりはしないね。そうだね、あのもうちょっと考えたい。いつかまた扱いましょうか。そうですね、まあ、これは出るのかお蔵入りなのか間違いなく任せよう、はい、そうですね、ということでちょっと今日は重めの話でした。はーい、はい、じゃあバイバイ、バイ